思い出のガンプラキットレビュー集。超時空要塞マクロス。デストロイド。ファランクス。デストロイドとは、アニメ、超時空要塞マクロスに登場するロボット兵器である。マクロスに搭載されていた主力兵器は、大きく分けて、空戦能力が高い可変戦闘機のバルキリーと、機動性は低いけど、移動砲座みたいで攻撃力が高いデストロイドの2種類で構成されていたんだよね。デストロイドはいわゆる陸戦兵器で、ロボットの歩行ユニットにコックピットブロックを乗っけて、内装式の武装を配置した、武骨で重厚なデザインが特徴なのですよ。そんななんで、基本的にフェイス部分なんてついてないよ。おかげで、低学年のガキンチョの受けはいまいちだったらしいよ。本当にね。劇中でも、バルキリーが空中戦で大活躍する一方、機動力の低いデストロイドはほとんど活躍していねえ。というか動いてるシーンがあんまりないよ。まいったねえ。大抵、都名で登場するか、敵にやられてるシーンばかりだよ。カラーリングも、カーキや、暗い緑や青なんて地味な色が多かったものなんだ。それでも、こんな裏方の地味なロボットがたまらなく大好きなのだーって人も、この世には少なからず存在するわけだよ。ほんとだよ。ほとんど、40オーバーだけどねえ。デストロイドファランクスとは、マクロスの艦内で開発された近接防御型のデストロイドなんだよね。マクロス及び、プロメテウスやダイダロスが、フォールドでいきなり外宇宙に出ちゃったんで、艦隊の防空力のなさが問題になっちゃったんだよね。そこで、マクロスの戦略システムのテコ入れとして、デストロイドの歩行ユニットに、撃ちっぱなし方式のミサイルポットを取り付けて開発されたのがファランクスだったのだー。基本的に、同じ移動砲座扱いのディフェンダーとの連携を念頭に置いてある。というか、ロングレンジ用の武器しか搭載していないディフェンダーは、敵に懐に入られちゃうと何もできない子だったんで。ショートレンジの迎撃に特化したファランクスで、ディフェンダーの対空射撃をかいくぐってきた敵さんに、ミサイルの弾幕をお見舞いするのがお仕事だったりするんだよね。ディフェンダーの長距離レーダーとか高価なパーツは採用せず、あり合わせのパーツでできてるんでコストパフォーマンスが高いのが売りなのですよ。劇中では、他のデストロイドと同様、見事に背景と一体化していたんだよね。第27話、愛は流れるに登場した、頭部が異なり、ボディに昔懐かしの大根フィルムの少女が描かれた青い機体が有名だよ。少し前に、モデルグラフィックスにもウェーブ版の作例が出たから知ってる人も多いよね。キットの値段は300円。堅実な作りが嬉しい今井製だよ。どういうわけか、アリー製の72分の1キットが出なかったんだー。アリー製は当時は出来がいまいちって評価だったんで、出来の想像はできたんだけど、キット化されるのとされないのとでは雲泥の差があるからねー。キットは期待を裏切らない堅実な作りで、当時としても好印象なキットだったものだよ。未だにミサイルポットカバーの M の意味がマクロスの頭文字なのか、ミサイルポットの頭文字なのか謎なんだよねー。このカバーが安っぽいんで裏にプラ版でデコレートしたものさ。俺も当時は小学生。今の小学生はプラ版なんて買わんよねー。てか、存在すら知らないよねー。バキュームフォームのやり方は無理だろうけど、カットの仕方すら知らないかもしれないぜ。なんか、カッターすら持たせない親もいるって話だよ。パないねー。そんで、このキットの売りはミサイルポットがバカでかいことなんだ。中は当然空っぽなんで、いろんなものが入ったものですぜ。これじゃない出来のミサイルを作り直すのは定番中の定番。中にロケットパンチを入れたり、花火を入れたりしたものだよ。燃えたけどね。でもまあ、300円だし買い直すのは楽なわけだよ。ガンプラと違って腐るほどお店には置いてあったしね。まあ、27話の青いファランクスがかっこよかったんで、インディーブルーでベタ塗りするのは当然の行為だったのだー。そうそう、ファランクスの作例が載ってたのは、モデルグラフィックスの2012年11月号だったよ。9000円くらいするウェーブのキットなんて、本当に40オーバーのやつしか買わんよねー。